SBS のインシュグニア特殊集艇部隊。略称 SBS はイギリス海兵隊の特殊部隊である。本部はドーセット州ープール海軍基地。水中への降下訓練を行う SBS 海兵隊が母体であるため、海中や沿岸での偵察や大抵路活動を主任務と、するがジャングル、砂漠、寒冷地でも任務に就く。そのため陸軍の特殊空艇部隊と重複する場合も、ある。 また、現在では平和維持活動や麻薬取り締まり、各施設の警備チェックなど、戦争以外の軍事作戦にも対応している。入隊するには、コマンド過程に合格して、開閉隊員となってから、さらに選抜コースに合格する必要がある。隊員は自分たちは SAS よりも優秀であると自負しているが、これは主に水という自然的体的な環境で活動するためである。 アメリカ陸軍のデルタホースとアメリカ海軍のデバグルと同じような関係である。モットーは、not バイ s t r e n g バイ by, by guile だったが、現在は、バイ s t r e n g ガイ and guile となっている。第二次大戦時の SBS 隊員、第二次世界大戦中の1940年に、ブリティッシュコマンドスの隊員となり、スコットランドの複合訓練センターに派遣された、ロジャー・コートニーが率いる。 小規模なボート部隊を起源に持つ。この部隊はいくつかの作戦を成功させたが、損害も大きかったとしてコートニーは指揮権を失い、一時 SAS に吸収された。同時期の1942年7月6日、英国海兵隊ホブネパトロール文献隊という組織が結成されており、ポーツマスのサウスシーを拠点としていた。RMBPD は、 英国海兵隊のハーバート、ブロンディ・ハスラー少佐の指揮下にあり、JD ・スチュワート隊員が副官を務めていた。文献隊は34名で構成され、ランプスフォートを拠点とし、しばしばポーツマスコーで演習を行い、夜間は港の小船をパトロールしていた。そして1943年4月、ジョージ・ジェリコー少佐を指揮官とした SS 隊員250人が、 第62海兵隊コマンドに移転、SBS は再び組織された。SBS と RMBPD は、海上の特殊作戦で、ドイツ軍を相手に戦果を上げ、第二次世界大戦後の軍縮に伴い、SBS は解体された。しかし戦後、RMBPD の後継たる、訓練部隊を経て、SBS が再結成。ボルネオ、オマーン、北、アイルランド、 フォークランド、湾岸で任務につき、2001年のアフガニスタン、紛争初期には、米軍特殊部隊と共に、現地のハンタリバーン勢力に接近した。デルタホースと SBS、アフガニスタンのトラボラにて2001年に撮影、ダンカンハルコナー、ストラットンシリーズコードネームストラットンの原作。ありがとうございます。